皆さんこんにちは、インターン生の吉田です。今回はグラブルについて第7回になりますが、マルチバトルについてお話をしたいと思います。マルチバトルは最大30人まで参加できるバトルのことで、クエストによって最大参加人数が18人だったり6人だったりするんですけども、簡単な、ものは大体30人になります。で、マルチバトルですね、自発する場合と参加する場合の2パターンありまして、自発する場合はアイテムと AP をで、参加する場合は BP というものを消費して戦います。で、 BP は、ランクによって変わったりせず最大で10までしか自然回復しないので、たまったらどんどんバトルをした方がいいです。で、敵の HP とか状態異常は、全員で共通で、チャージターンだけそれぞれ個別なので、スローとかそういうものを持っていって戦うといいと思います。で、こちらも共闘と同じで貢献度にがゼロの場合だと、報酬とか何ももらえないので、そこは注意して、1回は絶対攻撃するようにしてください。で、結構ワンパンとかの、その1回だけ攻撃する行為とか結構あったりするんですけど、敵によってはその1回攻撃した時に何か、特殊行動とかを行ったりするやつもいるので、そこは、よく調べてから行くといいと思います。輝きというものがマルチバトルにはありまして、武勲の輝きというものと栄誉の輝きという2つがあります。で、武勲の輝きっていうのはそのマグナだったりとか、そういうクエストマルチバトルでゲットできて、栄誉の輝きっていうのはハイレベルのマルチバトルで入手できます。で、それぞれですね、条件とか上限とかがあったりするんですけども、それとは別にボーナスというものもありまして、で、それが1週間で獲得できる上限が決まっているので、できるだけ条件を稼げるようにするのと、たとえ条件に達しても輝きはもらえなくなるだけで、報酬自体はもらえるので、条件達した後もどんどんマルチバトルはやった方がいいと思います。で、輝きはアイテムとか武器と交換できまして、で、例えば武勲の輝きですねが5000ポイント貯まると、マグナシリーズの SS レアの武器と交換できるので、シュバリエソードマグナっていう光属性で、強い剣があるんですけど、全然落ちないので、それが溜まったら交換するといいと思います。で、栄誉の輝きは武勲の輝きとは別のものが交換できて、主にハイレベルでドロップしたりするものが交換できたりとか、エクストラとかクラス4ジョブに必要だったりする証とかもゲットできるので、こちらもどんどん貯めていって、自分の欲しい属性の武器とかを取っていくといいと思います。今回は以上になりまして、次回は前からですね、何度もお話ししているマグナシリーズについて詳しくお話をしたいと思います。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。